主店面は、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインデフィンテルを構成する自治体の一つである。主店面は、湿地に位置し、それ以外はほぼ農業用地となっている。主店面は1250年に初めて文献に記録されている。これは、ザムトゲマインデナイで2番目に新しい町に当たる。 この町の町議会は旧議席からなる。支店面の町の紋章は、金字で、青い波帯が向かって左上から右下に、これを分割している。上側には五つの緑色のドングリ、下側には黒いクロライが描かれている。五つのドングリは、この町に属す支店面、ネッターフィー、ドライハウゼン、支店マーフェルト、ローターモアの五つの集落を示している。クロライはこの町が、 リューネブルガーハイデヘン部の湿地に位置している。郷土教会は特別に重要な建造物として旧消防署や歴史的な羊小屋を復元、修復している。紋章に描かれているクロライチは70年代の初めにデータン採掘のために駆除されるまでこの地域に生息していた。やがてルやエジプトガン、大尺神威といった生物が境を接するティステ、 湿地から移り住んだ、アライグマやタヌキも見つかっている。支店面は、我らの村に、未来はあるコンテストの軍大会で何度も、選出されており、集大会に参加している。古典的な射撃祭や収穫祭のほか、クリスマス市ウバデルン、様々なスポーツ行事が行われる。家具製造販売や理髪店といった古典的な店舗の、他に、陶器ややパン屋がある。 この町には100年以上の伝統を持つ自衛消防団がある。ありがとうございます。